沼田町の皆様、こんにちは。法務大臣の上川陽子です。法務省では犯罪や非行からの立ち直りを支援する立ち直り応援基金の広報に取り組んでおります。そして法務省の省内にこの通り、自動販売機でありますが立ち直り応援基金寄付型自動販売機を設置しております。飲み物の売り上げの一部が立ち直り応援基金に寄付される仕組みです。さて、私は以前沼田町を訪問させていただきました。少年院を出院した少年等が自立を目指す沼田町就業支援センターを視察いたしました。私は町長をはじめ町民の皆様が応援し協力してくださっている思いや少年たちに寄せてくださる温かい眼差し、さらには農業訓練に従事することを通じて非行から立ち直ってほしいという多くの願いに直に触れることができました。大変胸が熱くなったことを今でも鮮明に記憶をしております。その時にいただいたこのトマトジュースはまさに町民の皆様の立ち直りに寄せてくださる思いが集約されたものであると感じました。自販機を導入する際、ぜひトマトジュースを入れてほしい。そうすることで立ち直りに寄せる願いを共にする沼田町と法務省とが直接つながることができるのではないか、そのように考えました。沼田町の明るい太陽の光をいっぱいに浴びたお日様の味のトマトジュースは沼田町の温かいコミュニティと誰もが願う安全安心な社会づくりに向けた取り組みとのコラボレーションの象徴です。私も先ほど大変おいしくいただきました。改めて沼田町の皆様が立ち直り支援に寄せてくださる温かい思いに心から感謝申し上げます。そしてぜひこれからも沼田町と法務省とが一緒になって新しくワクワクするようなコラボレーションをすることができますようご協力をよろしくお願いを申し上げます。